はい、どうも、今回のタケスポチャンネルはですね、大人気のローリングスについてちょっとお話したいと思います。今ね、ローリングス今年もウィザード2ね、はい、出たりとか、まあ、使ってる選手がどんどん増えたりとかしてて、山下俊平太も使ってますもんね。使ってますね。あのライナーバックのね、特殊なやつ、はい、あれはあれで面白いんやけど、球速が速くなるっていう、はい、速球派のピッチャーにもすっごい人気の形とか出してたりとか、いろんな型番出してたりとかして面白いんですけど、今回その中のオーダーについての、はい、ちょっとしたカタログ外オプション、通称裏オプションについてお話したいと思いますので、せっかくなんでしといてもらって、はい、こういったオーダーできますよってことなので、ローリングスのオーダーを考えている方はぜひ最後まで見ていってください。はい、ローリングスね、グローブのシミュレーターなんですけど、はい、まだできてませんね。いつや2年前からやるって言ってて、なんかこだわりすぎちゃって全然できてないらしいんですけど。あれ何年で止まってます？いや、だいぶ前で止まってます、ね、2021とか20とかじゃないですか。ウィザード出る前で止まってるんですよね。止まっててちょっとオーダーしづらいんですけど、はい、まあ、そういった面は置いといてですね、はい、今回ですね、新しくウィザード2が出ましたということで、はい、こちらの、オーダーですけど、はい、こちらは対応可能です。はい、これカタログ書いてないですもんね。書いてないですね。本体は単色のみですね。はい、変えれないのがちょっとネックですね。はい、まあ、ウィザード2って何が変わったんですか？基本的にはもうほぼ一緒。はい、ウィザードってこういうシリーズですね。はい、魔導グラブ、はいはい、基本的にはほぼ一緒で、まあ、見てわかるように指先のはみ出しのパターンが少し、変わりました。でこれが一応はみ出しを、短くすることで、パーツを細分化することによって、まあ、指先も強化しましたよ、手の力がグラブの指先まで伝わりやすくなりましたよっていうのがウィザード2です。はい、そこだけですね。はい、マイナーチェンジです。そうですね、本当はこれでも変えたいところやけど、まあ、それはまだ対応してなくて、メリットとしては指先の強さを出すという、はい、ビジュアル的な部分が僕大きいんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけど、まあね、まあ、ウィザードは動き方はもう決まってますんで、あのアレンジ効かない型番となってますんで、はい、この形、これを片付けサンプル触って気に入らなかったらやめた方がいいです。そうですね。だからそれが気に入ったらドンピシャでウィザードが合うということなので、はい、好き好み分かれますんで、そこだけ要注意ですね。デザインに惹かれて選ぶのもいいんですけど、はい、しっかり片付けサンプル触ってほしいかなと思います。はい、はい、で新しい品番ですね、こちらの N54 品番、はい、ピッチャー用の 11.5 インチのモデルなんですけど、はい、これはカタログに載ってませんけど、オーダーのところのこの基本ページに載ってないんですけど、はい、オーダーできると。できます。ウィザードのピッチャー用はあの A の15、はいはい、ウィザードにしたやつがあるんですけど、まあ、一応横型ですね。ただこれはそれに対して、まあ、どっちもいけそうな感じの縦横やね。そうですね、まあ、ただバックスタイルがウィザードなんで、横振りの動きは強くなるんじゃないかなっていうのは、ウェブいかついのついてるんですよね、これ。ウェブね、耳なしなんですよ、ね。そう、昔はダルビッシュが使ったやつね、これ。そうです、そうです。耳なしってこれないんです。あ、そうです。なので、そこは縦の要素が結構強い。これ、ね、で、ちょっと不思議な感じのやつです。なんで、横になりすぎないとか、縦になりすぎないとか、そこが良さになってくるんじゃないかな。柔らかくなりすぎないでいいんじゃない？ちょっとなんかウェブ曲げないの中間ぐらいの硬さになるんじゃない？あ、そうですね。これでウェブでも曲がっちゃうんで、うんうん、耳ないやつは。曲がるけど、はい、その硬さを残したい選手はいいんじゃない？だから縦と横の中途半端な感じになってるけど、それがそのアイヤーを取るみたいな。そうですね。サイズ感はね、そんな大きくないですね。そうですね。もうなんなら内野手ですね。そうですね。大きさ的にはほんと内野手ですね。まあでも、なんかローリングスに限らず、内野手の大きめはピッチャーで使うとか全然ありですよね。まあまあ、いますからね。千賀さんとかはめっちゃ小さいもんね。ああ、ですし、スラッガーも投手用品番、うん、ベースは内野手ですし。そうやね。はい、こちらもオーダーは対応可能。はい、軟式公式どちらも可能で。はい、はい、はい、そういうところです。はい、次 HOH プレミアムっていうシリーズがローリングスあるんですけど、簡単に言うと革が違います。HOH プレミアムのシリーズはブリリアントレザーだったかな、名前が。そう、ブリリアントレザー、はい、ブリリアントレザーっていう某有名な革屋さんの革を使ったシリーズがあるんですけど、オーダーでも実はブリリアントレザーが選択できますということですね。普通はカナディアンキップ、はい、プロプリファードのカナディアンキップか、HOH 、はい、を使ったレザー、はい、なるんですけど、オプションでプラス8000円。8000円。え、軟式公式ど、あ、公式のみです。公式のみ、はい、プラス8000円でこのブリリアントレザーが、オーダーで選択できますと。ああ、まあ革的にはね特徴があって、あんま伸びなくて
しっかりした顔だよね。そうです。まあただなんかしっかりしてるんですけどガチって感じじゃないのが良さっていう、うん、なんか言葉では難しい。関連切符が5万8000円ですのでプラス8000円ということで6万6000円税抜きなんで、はい、税込みと7万円超えますけど、一応プレミアムの革は僕らも好きなんで、そうですね、あの本当に革にこだわりながらもロリンズの形使いたい場合はとてもいいんじゃないかなと思います。はい、ただ色は限られてくるんじゃないのこれ。そうですね、あのここにあるオレンジとこのちょっとネイビーっぽい V ブラックでしたっけ。V ブラック、はい、V ブラックの2色になります。これね、V ブラック、実質ネイビーに見えるけどね。あの、高校野球で使えますんで。こんな感じで、結構鮮やか。で、テカリが出やすい特徴の革ですね。前に見るので、ミッドナイトっていうグローバル出したけど、あれに近いね。はい、近いですね。でもミッドナイトの方がもうちょっと青み強かったですね。あ、そうやね。より強いけど。あの高校野球使えます。これメーカーさんが今お借りしてるブリリアントレーザー使った片付けサンプル。ああ、いいね。良さそう。そうですね。結構使用感あるんですけど、こんだけ腰残ってるのはやっぱりこのブリリアントレーザーの良さ。あとはこの。あ、泣くってやつね。俗に言う。拾ってくれてる。ギュッギュッって感じが。ギュッギュッなるのが特徴ですね。はい。この手のグラブいつも思うんですけど、ちょっとスチームとか入れて、うん、水分あげてこう揉んでいくじゃないですか、うん、すっごいツヤ出るんですよね。ああ、まあ油分めっちゃ入ってるからね。はい、芋みはしない方がいいんじゃない、これは。全然そうですね。まあちょっとただ硬さがあるのでケースバイケースで、うん、よくあの復元力が強いとかって表現してるボタン多いですよね。あの一晩経つと硬さ戻りますみたいな。そう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 、皮が強いから、原皮が強いから、繊維がキュッとなってるから伸ばしても戻っちゃうよね。だから結構言うこと聞きづらいけど、床からついたら崩れにくい。はい、だからこんな腰が残っていいね。こちら遊びに行くね。ああ、そうよね、はい、この旦那さんには今年式日中に遊びに行きます。はい、夏休み前ぐらいですかね。そう、まあ、僕はもう行ったことあるんですけど、次は初めての旦那巡りということで、はい、予定決まってますんで、はい、楽しみ。はい、おお、地域法はこういう感じでつけましょうってことだよね。そうですね。今度のブリリアントレーザーって革マニアって言うんですか、うん、革が好きな人があのすごい興味持たれてる、うん、なんか軟式とかでもこの革使いたいってユーザーさん、うちのお客さんも何名かいらっしゃいます。ああ、この田中さんのファンいるね。そうです、そうです。まあこんだけ発信してるとこもないからね。うん、だからまあ、2色なんですけど、オレンジとこの V ブラック組み合わせてなんかカラーリング作ってみてもいいですよね。こオレンジ得意やもんね。オレンジめっちゃ得意。オレンジと黒がやっぱいいですね。黒系がで、オレンジもこういう濃いオレンジだったらめっちゃかっこいいと思うんやけど、高校野球使わへん、もうちょっとキャメルとはい、はい、赤オレンジと、はいはい、もうお腹いっぱいって選手にはこの濃いオレンジ、浅いオレンジだとなんか安っぽく感じるけど、この黄色っぽいやつですね、浅いオレンジって。これぐらい濃い感じのオレンジやったら、僕めちゃくちゃ使い込んでったら味出て、これだいぶ味出てると思うんやけど、すごいいいと思うんやけど、黒土と混ざった時に一番かっこいいのはこういうビターオレンジっていうか、うん、濃いめのオレンジですよね。ビターオレンジ、水野でビターオレンジよね、はい、これから新しいもの好きの子とかはオレンジおすすめ。濃いオレンジぜひ、オイル塗ったら本当にこういう感じになるんや、さらに良くなるんでおすすめですね。なんでこの革がオーダーできますと。ただこれは全てのお店はできませんので、特約店のみ、RGC 店という限られたお店だけができますので、はい、一般のお店ではできませんので、そこだけご了承ください。はい、まあ、プラス8000円なんで結構なね額になりますので、結構高いですね。があるなるんですが、そこまで革にこだわりたい方は、はい、あれかな。ただこれ色々選べたらもっといいのにね。そうですね、まあ強いて言うなら色が少ないのはそれだけちょっとこう事情ですね、革の事情というか。そう、まあ、まあ、今回の裏オプション的なのは、ウィザード2はカタログ載ってませんけどオーダー対応可能ですと、はい、こちらの L54MG 型も、カタログ載ってませんけどオーダーは可能、はい、小ぶりなピッチャーですね。あ、一個補足しとくと、あの指穴なしのあれもオーダーできるんで、ライナーバックの指穴なし、はい、あれはできるんで、もうオーダーできます。はい、ブリリアントレーザーもカタログには載ってませんけど追加オプションでできますと。はい、公式のみで対応可能です。はい、ローリングスね、最近プロもどんどん増えてて、はい、で高校生もかっこいいっていう、すごい、もう10年前のローリングからしたらね、想像できない状況になってて嬉しい限りですけど、はい、その昔は水野より上ですからね、長嶋茂雄とかローリングスとか
復刻モデルありましたね。そう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 。それが伝統のとこなんですけど、はい、また改めてね、型番がリニアされて、本当にいい型番って売れる日が決まってるんで、その辺はね、それもまたいいですね。あんまこれ以上増やしてほしくないかな。うーん、もうこれで十分、お腹いっぱい。そう、これ以上やると危ないよって僕は思うけど、はい、まあでも、型番はね、繋がってるんで、共通なんで、皮が違うだけなんで、はい、売れてますんで、はい、ローリングス、いかがでしょうか。はい。はいはい、今後もですね、毎週火曜7時ぐらいに選手のためになる動画やこういった最新情報をお伝えしますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。またねー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。